アンパンマンカレーを作ってみたよ。最初に玉ねぎを飴色になるまで炒めます。お野菜をたくさん食べてほしいのでこれだけ。タコは炭酸水で煮ると柔らかくなるよ。弱火で炒めた玉ねぎに小麦粉を小さじ1杯ぐらい加え、そしてお水でゆっくり溶きほぐします。そこにお野菜投入、コンソメも入れます。そしてタコ、その後小麦粉を入れます。そして味付けはお好みで、いろんなスパイスを入れてみてください。アンパンマンの顔は餃子の皮をストローでくり抜きました。そしてグレープフルーツに切り込みを入れ差し込んで出来上がり。おうち時間を使ってみんなで楽しんでみてください。それではまた。バイバイ。あいこです。